ムカデビューすることになりました小チャンピオンは結構ファンが投票頑張れば意外に行けたりとかはいということでネクシーの皆様お帰りなさい今日めちゃくちゃ嬉しいニュース入ってきましたネクスーが来週ですね m カウントダウン木曜日の歌番組ですけれども出演ということでデビューステージがあの m カでですよ韓国で m カと言われる歌番組といえば m カみたいなところ韓国,韓国人の中であるんですけどデビュー m カデビューすることになりましたこの歌番組どういうものがのいつ放送されるのとか、まあ、順位が決められるんですけど韓国の歌番組は日本と異なってそこら辺どの順位ってどうやって決まるのとかあと韓国の歌番組のちょっと裏情報が最近ですねあるアイドルからリークされて情報私動画も あげたんでですけどそこでちょっとバズったのでそこら辺もネクス時のファンネクシーの皆さんに向けてね発信していこうかなと思います改めてネクス時のファンの皆さんネクシーの皆さんちょっと グローバルデビューということで、私もクリエイターとして、海外経験のあるクリエイターとして、マジで盛り上げていこうと思っておりますので、チャンネル登録まだの方は、ぜひチャンネル登録をして、一緒に NEXT G のコンテンツとデビュー盛り上げていきましょう。ぜひ登録もお願いをいたしますで。こちらが先ほどですね、向かって番組の一番最後に NEXT w e e ク k っていう形で、次回のね、来週に出るアーティストのまとめ的な感じで、ラインナップの、ね、動画が出るんですけど、そうなんです。おしゃれなんです。韓国の歌番組動画が出ましたので、ちょっとこちら しますねでこれが多分スターライトの音源使って作ってくれてるんだと思いますけどこちらですね全員分そうこういう感じででカムバックもそうですけどカムバの前にちょっとショート動画イントロ動画みたいな番組が作ってくれててっていうとこですねこちらですゆうきくん で、デビュー曲一応 Ride the Vibe なので Next Week 来週披露するのがデビュー曲 Ride the Vibe になってきます。すごいのよ今回。で、20のお話もちょっと入れていきたいんですけど、韓国の歌番組で1位取るのって難しいのとかそこら辺もね、ちょっと解説していこうかな。改めてやっぱビジュアルが集まっているグループなのでそこら辺も歌番組注目だし、なんといってもチッケムと言われるファンカムが出るんですね、歌番組。韓国の歌番組は。それぞれの 一人一人にフォーカスした、えー、ソロの映像ですねが。一応 AI を使って広めで撮ってそれを AI でくり抜いていく一人一人にフォーカスした動画がね、作られて、その 出演のすぐ後に YouTube にアップされるわけなんですよそう。そちらもぜひ楽しみにしてください。実況キと呼ばれるものですね。韓国でファンカムですね。日本語で言うね。で、こちらですけど、M 化って一体何なんというところなんですけれども、こちらですね。Mnet。2000と、失礼、2004年から始まりました。Mnet がやってるやつです。で、クラブネクスジ時も Mnet がやってるので、そこら辺でちょっとつながりも見えますよねと。で、木曜日の 18時から20時ということで6時からの2時間ですね。毎週やってます。スてとかベニューとかありますけども、韓国だとやっぱ一番 M 化だよね。カムバックとかもそうだし。で、事務所が一応セットを 負担しますっていうところはよく知られてるんですけど、まあ、エンハイプンの写真出てますけど、BTS とかのね、向かのステージぜひ見ていただきたいです。ストレイキッズとかもそうですね、毎回凝ったステージ、事務所がセットお金積んで、えー、予算入れて作ってきてくれてて、まあ、ほぼほぼプロモーション目的なので、韓国の歌番組は、どれぐらい一回につきギャラもらえるのってとこちょっと後でお見せしますね。でソン・ハンビンが MC やってますと。で、ソヒくんだよね。ライズソヒって、 とあと、ボイネクストとはジェヒョンかな、やってるんですけど、それぞれかあのボーイズグループから1人選ばれてますね。MC 結構あのシーズンごとに変わったりします。で、リア対視聴方法がエムネット公式サイトと、で、見れなくても後であの動画が上がりますので、私もそれでいつもあの推しのグループは見てます。で、M カという愛称で人気の韓国のケーブルテレビ。 が運営するカウントなんか、M、エムネットさんにこういう感じでね、毎回毎回,毎回お世話になる感じになりますと思うんですけども、えー、日本や中国など世界各国で放送される人気番組です。で、韓国の歌番組、ミューバンとか、ウマチュンとかって言われるのがいっぱいあるんですけどで、ウマチュンがですね、あの日本でライブをしますと、で前回ご紹介したと思うんですけど、皆さん見てますかね。で、まあ、一応日本の会場をね、埼玉の ベルナドーム、あんまり評判の良くない会場なんですけども、あの、ストレイキッズと同じ日に、ちゃんたち出ますけれども、それはウマチュンと言われる別の番組が日本でライブを行うというところでの出演ですね。これは本当に韓国での、韓国の日本で例えると、なんかミュージックステーションとか言ったらいいのかな。まあ、例えられないんですけど、全然違うから、に出演するということで、M かデビューですね。もうアイドルですよ、完全に。で、こちらのグッズをご覧ください。M カウントダウンですけれども、どんな感じ でで採点がされるるのっていううととこ気になると思うんですけど一応木曜日に放送の番組でございましてちょっと1回リフレッシュをさせていただくとこちらですねはいメロンとかジーニーとか出てますけどまあ M カウントダウンのスコアが音源が50%これ何の50%かというとスコアが集計されて歌番番組内で1位が決められるんですねでトロフィーが授けられて韓国ではまあ1位何回取ったか ワ,ワンウィン、ツーウィン、スリーウィンとか、パーフェクトオールキルとかって言われるのもあるんですけど、歌番組でどれだけ1位取れるのかめっちゃ重要で、で、まあ強いグループになるとほとんどの歌番組で1位取ったりとかあるんですけど、まあスキズさんとかだと結構1位ね、取りますよね、カムバックで毎回ね、結構なんかて、ね、エンミックスとかは、まあ、先輩にはなりますけど、結構あの歌番組で1位取れてなくて、最近になって結構取れるようになったとかしてまして、 NiziU、まあ、が前回「小チャンピオン」と呼ばれるこちらですね歌番組で1位を取りました日本人のグループで初めてですね1位を取って話題になった。 で、この絵の動画がですね、アンコールステージってのが用意されるんですけど、数百万回回ってますね、再生回数。リマちゃん号泣してました。こちらが小チャンピオンです。で、下が M 化なんですけど、M 課はですね、どちらかというと、まあ、もちろんお金かかってるっていうのもそうなんですけど、はい、こちらですね、M 課。えっ、ー、と、音源50%、音盤15、音版っていうのはね、 フィジカルのものですね。CD ですね。SNS も重要で、YouTube、これが10%。事前投票15%。リアルタイム投票10%。そして、放送スコアってのもあって。 で、リアルタイムってのは放送当日に投票ができるんですよ。これが10%。ファンが投票するやつです。これも割と大事、10%。で、放送スコア。放送の日のスコアっていうのも番組側が決めて、トータルで、えー、採点をされて1位が決まりますと。まあご覧の通り、音源が大事ですね、50%。M、えー、かう音源が大きな要となる。 音楽番組ですということで、1位を取らせたかったら、やっぱ M 化ではまあ1位は難しいと思うんだけど、今週カムバック戦争なんで、まだ新人のネクスジが1位、しかもほとんど日本人で、もう名前を知っていただくプロモーション的な機会だと思っていますけど、私は。皆さんもそうだと思いますけど、知ってる方は。 で,すので、すの Apple Music、Spotify、YouTube などのスミン、音源ですね、ストリーミングがカウントされるため、グローバルファンも貢献しやすくなってますということで、頑張ればいけますね、大型、まあ大型っていうか人気のグループだったらね、ただただ今、ナムジャモヨジャモ激しいですから、 男女別とかでもないので女性グループとカムバックのタイミングがあの同じだったらあのマッチしちゃうとそこら辺でバチバチしますし今週はセブンティーン先週かセブンティーンとアイブとかがもう一緒のカムバックだった週だったんですけどそこら辺もバチバチですね結構ヨジャレルセラフィムと」と SM のエスパがかぶったりとかしてバチバチしたりとかもありますよね。で、前の週に出演すると2週連続でノミネートされる仕組みで番組の出演なしに1位を取ることはできません。一応出ないと取れませんっていうところなんだよね。で、まあ20が1位取ったのがすごく話題にはなっていましたけど、韓国の歌番組どんなもんなのっていうところで、まあちょっと裏情報なんだけど、最近ドハンセっていうビクトンのドハンセが韓国の歌番組のね、実態を暴露して、まあ歌番組出演を希望するファンに対して、 音楽番組はすごくいいですと、まあ、すとごくいいけど、儲かりません。儲からない。でも、JYP、お金もあるし、大手事務所だから、まあ、プロモーションっていう意味も込めて、今回も出演になってきます。ほとんどの番組がそうなんですけどね。で、第2世代の先輩と同じように、音楽番組出演の宣伝効果は大きくなく、最近ではこうなってきてしまってる可能性もあってま、新人の、あれですね、ベイビーモンスターとかっていうグループ、 あんまり歌番組出ないんですけどっていうのも出るだけでお金がかかってしまうってことがあるんですねこれですねベイビーモンスターサマソニーに出るんですけどアヒョンちゃんが合流する前全然歌番組でなくてちょっと荒れたりしたんですけど事務所何やってんのまあ裏があってもちろん出るのにお金がかかるので 事務所もどれに出るか出ないかみたいなの取者選択してたりしますよね。まあ、大体の普通の人気のグループは全部出ますけどね。新人だと土壌とか小チャンピオンって言われる。二重が1位取った小チャンピオンが一番出やすいし、1位取りやすいと言われています。 で、3行目ですね。まあ、宣伝公開は2第2世代の先輩ほど大きくないですと。で、番組出演1週間で1000万を100万円ぐらいかかるので、やっぱ大手事務所じゃないとそこら辺賄えない。で、私の時代は音楽番組の出演料が、この方、まあちょっと世代前にはなりますけど、1チーム5万本。 1一グループで5000円ぐらいの出演料だったりとかするっていう裏話が出たりしてます。あとセットに関してなんですけど番組のセットですね。建築費とかスタイリング代とか現場スタンプ費用など追加費用を全て合わせると2000万ウォンぐらいです。200万かかります。だから JYP やハ i v e とか大手事務所じゃないとなかなか払えなかったりしますしこれアーティスト側のまあ生産というシステムでいわゆる事務所に借金をすることになるので稼げるようになって返し しててた分が利益になって給料になななっ給料る的な感じで、すねでアイドルが負っている借金だということで、グループによっては本当まだ借金残ってるグループもあるので、売れないとなかなか給料が入らないとかっていう問題もあったりしますけど。まあ、ニュージーンズとかはもうデビューしてすぐ生産し,し,し終わって給料が入り始める。なんか話題になりましたよね。それだけデビュー曲ヒットしたから。で 生産されるアイドルチームはほとんどいないと。で、フェスティバルのラインナップ上位に登場する数チーム以外は皆借金が積み重なる。が、っていうのが現実ですね。だからこれをまあ乗り越えなきゃいけない。まずはね、新人グループもね、売り上げを出さなきゃいけない。だから CD 売りが結構大事なんですよね。だから何形態も出して詰ませるみたいなビジネスモデルだったりするわけ。お金がかかるからね、日本の歌番組よりね。 プロモーションがね韓国ではでドアンセ君途中で解散したり7年,契約7年契約を無事に終わったりすればよく耐えたことになりますと。で、活動しながら積み重なった借金は返済しなくていいが7年間アイドルとして活動して一銭も稼いでいないというふうに述べています。まあグループの人,人気度にもよるんですけど、もう普通に借金残っちゃったりするアイドルもいるわけで、まあ本当にあのアストロのね メンバーも自らで命を絶ってしまったりとか、アイドルの、まあそういう悲しい事件もありますけど、きつい仕事なんですよと。で作詞作曲をして著作権を持つアイドルだったらわからない。まあスキズとかもそうですけど、セブンティーンの宇治くんとかねで、アイドルのソヨンちゃんとかね、作詞作曲、セルフリロュースしてたらまたそれはそれでアイドル儲かるけど、だったらわからないけど、基本的には儲からないと。 著作権利をも労働力に比べればずっと安いだから音源,音源作ってても、プロデュースしてても、労働力に比べれば、アイドルの労働力に比べればと、ずっと安いんだよっていう風に現実を最近ね、明らかになった情報なんですけど、シェアさせていただきました。他にも、まあ、ミュージックバンク金曜日とかあったりしますし、他ミューバンとか、まあ、いろいろありますね。なんかもう、キリがないんですけど、とりあえず歌番組何個かあって、 でまあ M 課だよね歌番組といえばってところでカムバックはカムバックじゃないデビューステージは M 課になるそうで個人的にはめちゃくちゃ嬉しいですけどビジュアルにも注目ですねこうやって動画がやっぱり作られるし期待値高いと思うんだよね JYP6 年ぶりのナムジャー新人的な感じなので一人一人これかっこいいよねこういった感じのスタイリングはタイで撮ったっぽいんだけどライド・ダバイブの あれもスタイリングも来週楽しみですね。どんな衣装で出てくるのかとか。やっぱちょっと、富安優はチッケムが出たら、ファンカムが出たら、かなりビジュアルやばいから話題になると。で、はるくんもちょっとクールな感じでね。ダンスうまいからチッケム、あと表情、表情管理がうまい子が、そのファンカム、チッケムと呼ばれる、あの一人の動画、縦長の動画が出るんですけど、が話題になりやすくて。 ビリーっていうグループの月ちゃんが表情管理でバズって数千万回。2000万回ぐらい行ったのかなチッケムだけで回ったりしましたけど。で、ソケンくんですね。もうかっこいいし、ちょっと韓国の受ける美女をしてらっしゃるので最近。で、セイタくんですね。まあちょっとメイクいろいろ言ってますけど、私もファンデーションの色だけは民牛、民ンセブンティーンの民ンぐらいちょっと褐色を生かしたファンデーションの濃い色でもいいんじゃないかな地肌に合ったなと思って。 でもラップラ、ラップラこの2名注目ですね。ちょっとアクエリアスとかも見てやっぱラップのスキル高いなと思って。ヒュイ君もそうですけど。まあ一応メインボーカルにはなります。 どんな曲で来るのか。まあ、作曲、作詞人、すごいラインナップなので、クリエイター陣がね、ぜひ皆さんご注目くださいと。で、1位取るのは正直難しいかもしれないんですけど、二重がなぜ1位取れたのかっていうところを結構私の番組でもカバーさせていただきましたけども、リマちゃん大号泣でちょっと写真を持ってきますね。で、具象チャンピオン、いわゆる新人の登竜門と言われる 歌番組で1位を取れましたでリリースしてから何日で1位を取れるかみたいなのも、えー、歴代のトップ10に入ったのよね確かねジユーがでも日本人グループとしては、えー、と歴史に残る快挙でしたお姉さんグループなどでこういった歴史を残して弟グルもねいつかだよ 一応、まあ21を日本でのコロナもあって2年ぐらいね、活動してきた上での韓国デビューだったので、ファンダムがしっかりいる中で、日本人ですけどね、韓国でもまあ少しね、いる中での出演で、まあ音源、今回の M ンのデビューは音源があれなんですけど、ショーチャンピオンは結構ファンが投票頑張れば意外にいけたりとか、で、出演するアーティストで、しかも新人しかほとんど出ないから、の中で1位決めるので、1位取りやすかったりするので、狙うならショーチャンピオン。 かどううしようかなと思って、まあ、日本人がその投票をあまり慣れてないっていうのもあるし、n i のファンダム、w、ま、i、あ、ジュ u も結構そこでいろんな方が X で告知して、この方法はこう,こうですみたいな、ハッシュタグこれ使ってくださいとかやってたんですけど、そういったファンダムの結束力って他のファンダムもまあまあ巻き込んで、日本人の。 だろうグループね、移住とか、ステイとか巻き込んで投票してもらえば、筋もあるんじゃないかなと思ってますけど、あの新人にとって一番出やすいのは、この小チャンピオンと、土書というやつですね。で、まあ、あと、馬チュンにも出ますので、ネクスチちゃんたち、そこら辺も注目していただければなと思います。コメント欄でぜひ、皆さんの推しも教えてくださいということで、見ていきました。歌番組の裏事情とかね、それぞれ、この動画、次回の予告、見ながらお話ししてきま ご参加ありがとうございました。ためになったなと思ったらぜひ高評価と、えー、チャンネル登録まだのネクスティーちゃんたちぜひチャンネル登録を忘れなくお願いをいたします。次回の配信でお会いしましょう。Thank you guys for watching. Stay safe and healthy. See you guys in the next video. ということで、よろぶん、あにょいげせよ。あにょーん。 Good food, good mood, blood in circulation, one step out of the